七番。木村君。これ。社長が書かれた本なんですよ。一。あ。拝見します。二。はい。お見せします。三。では。お目にかかります。 8番どうぞお入り下さいすぐお茶入れますから 1> 1ごちそうさまでしたあお構いなくよく来てくれましたね。 1> 1番山田さんに用事があるんだけど見なかった ?1 教室にいたよ 2, 2特に用事はないよ 3, 3一緒に見ようよ 2> 2番昨日はせっかく映画に誘ってくれたのに行けなくて悪かったね 1, 1それは残念だね 2, 2ああ気にしないで3本当にごめんなさい 3番？あ、山本さんご無沙汰しています。お元気でしたか？1。どうぞお大事に。にええ、本当に久しぶりですね。3。3> 昨日はあえて楽しかったです。 4番飲み物はコーヒーしかないんですけどいいですか ?1 コーヒーじゃなくてもいいですよ 2, 2じゃあお茶をもらえますか ?3, 3あ、コーヒー大好きです 5番あのこの書類についていくつかお伺いしたいことがあるんですが 1, 1はい何でしょうか 2, 2特にありませんけど3さあいくつか分かりません。 6番いらっしゃいお待ちしていましたよどうぞお入りください1ぜひいらっしゃってください 2, 2ではお邪魔いたします 3, 3いえ待っておりませんが 7番一緒に行くって約束してた研究会僕行けそうにないんだ 1, 1研究会中止になったの 2, 2よかった一緒に行ける方になって3え何か別の用事が入っちゃった 8番あのすみませんがこの山ではゴミを持ち帰っていただくことになっていましてじゃあ持って行っていただけるんですね 2> 2いえせっかくですが結構ですあここに捨てちゃいけないんですね。 9番説明会でお客様を怒らせちゃったこと課長に話しといた方がいいんじゃない1確かに言わない方がいいね2そうだね早速報告するよ3どうして課長に話しちゃったの 1番田中くんその毛がどうしたの 1, 1とっても痛そうだねー 2, 2もっと気をつけたらどう3ちょっと転んじゃって 2番夏休みにみんなで行く旅行早めに申し込まなきゃね 1> 1えっ行かないことにしたんだねうん早い方がいいよね 3> 3早めに申し込んでくれたんだ。